ご視聴ありがとうございます。コボカッコエコボコです。今回はアーケードスティックを購入したので、ウッキウキで余裕っちするつもりでした。しかし、テストプレイしてみたらなんということでしょう。もうボッコボコです。手も足も出ません。以前のコントローラーよりはコマンド入力できるようになった程度で、こんなにプレイに喧嘩はございません。これはもう、操作媒体の問題じゃないなと、単純に衰えがすごいんだなと、こら修行するしかないぞと。というわけで、しばらく格闘ゲームは修行動画になります。せこくも難易度を下げ、それでも流れ放題の修行編、とっとご覧ください。お昼寝せながら、今回のゲームはガロー伝説スペシャル、死亡からのアンビボガード、ガロ捨てのアンビはテクニカルからなので、修行にうってつけです。プレイしてみて分かったこと、まず大きなところで、空波弾という技が出ない、コマンドの矢印も環境依存文字で書くこともできない。やたら蹴りをからぶってるなぁと思ったら、絶唱、空波弾、失敗中です。不甲斐なし、ちなみに、座名剣、も丁寧に入力しないと出ない状況、こらピンチだね。昇竜弾、まよく暴発してます。まっはっはっは。体力ゲージが点滅するまで蹴ると出せる脳になる、超必殺技の、超劣化弾、は割と出てくれます。しかし技の特性的に当てるより、上手にガードさせて体力削る技なので戦力には微妙。あと、難易度下げても CPU がツモイクス、ガンバルクス、そんなこんなで状況説明は以上になります。ひたすら CPU 戦のピザのなアンビを見せるのもなんなので、年末によく作る、鴨つけそば、のレシピでも書いていきますね。まず材料です。鴨肉 100g 程度、長ネギ2本、お気に入りの麺つゆ、ゆずがま少々、ごま油、そばの乾麺でもくそばでもお好みで、美味しい水があるとなおよし。では調理に入りましょう。まずは長ネギ1本をぶつ切りにして、鍋に入れ、ごま油を小さじ1程度加えて少し焦げ目ができるまで炒めます。弱火にして鴨肉をすべて入れ、焦げつかないけど鴨肉には少し焦げ目がつくように、丁寧に炒めます。ここで長ネギと鴨肉の香ばしい匂いに負けてはいけません。まだ戦いは始まったばかりです。少しぐらい味見しても、で食べきったらネギと鴨の油炒めがお腹に入ってフィニッシュですからね。匂いも誘惑に変えたらお湯は水を 500ml 程度入れます。少し煮立ってきたら麺つゆも大さじ2ぐらい入れます。甘い系がお好きなら、砂糖も大さじ1ぐらい入れても美味しくなります。このまま弱火で少し煮て、ある程度で火を止めて大丈夫です。割り下では麺つゆを割るためのつゆはこれで OK。次にもう1本の長ネギを細かい輪切りにしましょう。長ネギを刻んだら、もう蕎麦を茹でてしまって大丈夫です。蕎麦に関してはお好みで存分に自分流をぶつけてください。皆さんの好みは最強です。蕎麦が茹で上がったら、冷水で締め、器にあげておきます。茹で上がりそうな時に作っていたつゆを温めておくとグッと。つけつゆの器に、まず麺つゆをいつも水で割って蕎麦を食べるぐらい入れ、作っていたつゆで割ります。そこに刻んだ長ネギとゆずがまを少し入れれば完成です。つけつゆだけを鍋で全部作ろうとすると、分量が難しく、味の濃さが足らず失敗することが多いので、鴨の油と長ネギの香ばしさを堪能でき、自分好みの味にできるこの方法にたどり着いて75年。作る時期も年末年始が多いので、そのままお雑煮の汁にも応用できます。鴨雑煮も美味ですよ。鴨そばレシピで燃え尽きたので、あとは修行の内容をひたすら無言で見ましょう。格ゲー実況に目秘権は欠かせない。夢中だったので気づかなかったけど、飛び道具消えてない。元キャプチャ動画を確認しても映ってないな。そういう仕様で割り切りましょう。普通の人は生身で飛び道具とか出せないしね。超劣化弾、第1回戦で2回当たるレア動画ゲット。CPU 相手とはいえこれは貴重。CPU パターンを思い出せば狙っていけるかな。だいぶ感を取り戻せたよ。なことはない。私の人生で最もプレイ時間の長いゲームであるガロ捨てなめんな。
ミーティニューの超必殺技にうまく昇竜弾を合わせましたね。もちろん偶然です。狙ってやるにはまだまだ修行不足。とりあえず技を出したい時に出せるようになりたい。もう恫喝目立つなら座名剣を出そうとすると良くなります。座名剣に気を使う気が来るとなめえ。ここから先は普通の修行休憩なので本日はここまで。ハモつけそばが美味しかったら高評価&チャンネル登録お願いいたします。ご視聴ありがとうございました。